しよしよし。で、パスワード1111111ね。よし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 。いや、マジでね、これね、だからね、誰、まあ、いい、いい感じに言えば、その、誰にでもチャンスがあるって言った方がいいかな。普段の対戦とかだと、その、満身がなかなかない状態ではあるから、結構ね、自力が出やすい状態ではあるんですけど、基本的に最大マージン入ったとすれば、誰にでもワンチャンあるっていう、捉え方もできるんで、そういう点はいいかもしれないね。やべ、ギャラクシースキンでやっちゃった。ごめん、ちょっとスキンだけ戻していいかな。間に合うか、これ。スキン間に合わないか。ギャラクシースキンでいくか、いいか。忘れてた、これ、帰んの。まあいいや、とりあえず。最初なんか、なんとなくデフォルトでやりたかった感はあるな。アイゴマはいらっしゃい。よし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 。誰が勝ってもおかしくないっすね、これはね、ほんとにね。よし。多分最大マージンは余裕で多分突入すると思うから、そっからでもただの2ライン消しで相手に12ライン分の火力を送れるね、やばいモードに入るからね。おっと、そしてジョリブさんが、このヒゲのステッカーの、140スパチャありがとうございます。これ初ヒゲだな。はい、こんばんは、いらっしゃい。さあ、しょっぱな86だな。さあ、しょっぱなはまあ半分ぐらいかなと思ったけど、思いほか集まったな。光ってるね。よし。もちろんマージン隠れ。まあマージンは最大は余裕で入るでしょ。間違いなく。はい。軽く最大マージンは入ると思うよ。おい。ほら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 。さあなんかすごいなんか。なんか違和感あるな、めちゃくちゃ。ほい。ほら。ほう。おい。ほらほらほら。ほう。まあ、とりあえずゴリゴリ連話組んだ方がいいんだよな、このゲームはな、マジで。ほい。ほら、ほら、ほら。おぉ。ほいよ、ほい。ほら。おぉ。はい、駒をいらっしゃい。はい、はい、はい。ケトリスキルでいける連使うのも超久々な気がするな。初見です。いつものあれですと、佐藤心加藤さんが、いつものこれ入場料代ってことかな。佐藤心加藤さんが200円のスパチャ、ありがとうございます。おい、いらっしゃい、こんばんは。おい。ほら。さあ、で、これターゲットが多いとね、このゲームめちゃくちゃ強いんでね。ほい。割とタゲゲーするっていうのが、究極に強いんで。おい。割とというか、まあ、最強っすけどね。ほいっと、ほいっと、ほいっと。だからまあ、基本的にはレンジ獄にはなりそうではあるな。ほいほら。ほう。できればそこを受けたくなかったけど。ほい。ほら。ほう。競り上がりの時間までの。あれもちょっと感覚鈍ってるかもしんないね、これ。ほい。ほら。ほう。ほい。ほら。最初から究極にぶっ飛んだ試合になってるもんね、これね。ほいや、ほいや、ほいや。ほら。12。ちょっとずつ操作当てつの、これ連立が。ほら、ほら、ほら。ちょっとずつ操作当てることにより、一応連の積み込みはできる。ほい。ほら。おぉ。俺が連したら無双せいで。いや、そんなことないですよ。最大マージン確実に入るんで、めちゃくちゃに運要素高くなりますからね、正直言うと。ほい、ほい、ほい、ほい。まあ、例えるとするならば、マリオ35みたいな感じになるな。ほい。あれはまあ、10ゲーム地獄になると、まあ、強い人同士の対戦は基本的に KO ゲーになったりするんだけど、かなりそれに近いものに、かなりそれに近いものになりますね。ほい。おら。ほう。はい。おら。おら。ほう。あと、タゲゲーム ではあるからな、このゲームは。ターゲットが多いと火力が尋常ではなくなるのもあるんで。ほい。ほら。ほう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 。はい。ほら。誰にもチャンスあるから逆に、そういうのも面白みではあると思います。はいや、はいはいはいやはいやはいや。ほら。ほう。そう、バッチの集まり方とかもね、結構バッチの噛み合いとかも大事になるから。はい。ほら。ほう。はい。
はい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 。急に落ちた。はい。ほら。急に偉くなったのかな。で、このタギゲした時のこの連状態ね、めちゃくちゃ強いからね。おい。この部屋か。火力やばすぎる。あい。ほら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 。おお。さすがに念をね、使っていかないと。厳しくなると思うからね。おい。ほら。おお。懐かしいな、この感じ。おら。この連のこのタゲゲーしてる感じ。おい、すごい懐かしいね。ほいって。気がつくとやっぱ全然違うな、このゲーム。ほいって。おら。おお。もう3分経ってるでしょ。まだ75ではあるから。85スタートだから。まだ10人ちょっとしか減ってない状態ではあるね。おい。おら、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 おら。ほう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 。おい。あ、それちょっと、ナインス受けたいな。奇数ライン、1ラインとかちょっと受けたいんだけど。いいや。こうだったら受けてもいいけど。1ナインス、1受けよ。1受けてあっち側に、右側に穴来てほしい。左側だ。ナイス。で、左側に穴来てくれると、これね、4レスリン継続できるんで、美味しいやつ。うい。ほら、マージン10分からですね。で、10分からマージン入って、そこから30秒単位で1ラインずつ増加していくっていう仕様になるんで。うい。ほら、こう。あ、ただの2ライン消しがね、これね、相手に12ライン分の火力を送ってる。尋常じゃないことになるからな。ほい。ほら。ほう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 。ほい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 。ほら。はい。ほら。ほら。究極レンジ獄。多行為な。そうだね。はい、ほら。鍵はしっかり釣っていかなきゃいけないからね、これね。おい。これ課金したわ。あれね、意外とね、10分の4で来るから、意外と確率高いんだよな。まあ、半分よりは確率低いけどね、もちろんね。はい、ほら。こういう時の空中リカバリもしっかりやっていきたいけど。はい、ほら。はい。ほうほうほう。はい、おら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 、おお、あー、これちょっといろいろミスってるな。おい、おら、あー、ずれたか。おいて、おら、はい、おら、おお、その際にマージンがかかんないの。まあどうなんだろうね。おい、ほら。まあ、ありではあるけど。はい。ほら、ほら、ほら。おお。どっちもマージンがかかったらね、それはそれでね。まあでも結果的に試合めっちゃ長引くからな、これな。このゲームの特性上、理論上ね。まあどちらも良かったんじゃないかな、みたいな感じに今では思うな。はい。ほら。おお。はい。ほい、ほら、ほら、ほう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 、ほい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 、さあどうだ、ほい、ちょっとタゲが外れちゃっている状態、ほい、レオン空中リカバリしていく、結構でも時間かかっちゃったからね、若干ミスったよね、正直言うと、ほい、ほら。ほう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 ほい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 、はい、ほら、ほう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 、これ空中リカバリというか普通にリカバリした方がいい説あるな。ほい、ほら、頑張って空中でリカバリするか。ほい、おら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 、はい、おら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 、おい、俺
がまだ1キロしてしかしてない。一応1キロしてるとはいえね。ほい。あ、でもまあ大体みんな同じようなもんです。だいぶばらつきあるんで。ほい、ほい、ほい。ほら、基本的に意図的に毛を取ろうとするのはまあ無理で終わるからさ。ほい。ほら、そこら辺も噛み合いの要素もかなりでかいからね。ほい、ほら。ほう。今日はしまったらいいですね。さすがに最大マージンでこれ、レンジ獄、みんなに使われたとしたら、いくらでも縛りきついってやつだな。ほい。ほら。究極に頑張ればなんとか、いけるかもしれないけど。ほい、ほい。ほら、ほら、ほら、ほら。このゲームね、焚き消した時のレンマジで強いんでね。ほい、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 ほら。ほう。はい。ほら。はいはいはい、ほら。さあ、8分30秒経過だからそろそろマージン入ってくるぞ、これ。はい、ほら。ほう。はい、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 はい。なんか、競り上がっちゃうか、それ。はい、ほら。今な、ちょっと操作やったら、なんできればな。はい。ここで積み込んでおきたいけど、これ競り上がる。ほい。ほら。50人以上残ってマージンは入りそうだね、これに。ほい。ほら。おお。真のレンジ獄なの、これ、本当に。テトリス99は。ほい。テトリス99こそがやはり真のレンジ獄だ、これ。ほら、おお、はい、ほら、でも毎試合こんな試合展開になると思うんだよな。一試合一試合のね、長さがね、尋常ではなくなると思います。ほい、ほら、ほう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 、はい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 、さあ、マージンに突入していく。マージに突入してまだまだ余裕で残ってる65人。うん、いい。ほら。おぉ。はい。ほら。ほい。おぉ、おぉ、おぉ。まあ、気をしてるのは 25% 手に入ったが、ほい、まだまだ。はい、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 はい。あ、でも、とりあえず取れたの、25% 取れたのは、だけはまあ、悪くはないですね。はい、攻撃の貫通とかもな、ここら辺になってくると警戒 しなきゃいけないからね、またな。はい。ほら。おぉ。さあ、こっから、究極の隠蔽が始まって、やばいこと、やばいことになるな、そうそう。はい。ほら、ほら、ほら。ずれた。おぉ。余裕でワンミス致命傷になるからな、最終盤はな。はい。ほら。さあ、テトリス99の場合は、ネクスト6つ見えます。はい。シャッタリ、はい、はい、はい、できれば種差がいいんだよな、これね。ほい、ほら、飛びがでかい、でかい。はい、ほら、ほう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 、ほーんと、はい、ほら、おお。はい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 、ずれていく。おお、マージンプラス5ね。ただの2ライン消しで今相手に6ライン分遅れる火力になってるな。やばいやばい、はい、インフレの極み。ほいほら、ほうほう、一段高いけど一段高い状態からいこうかな。ほいほら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 、おお、いや、やっぱ一段高いと嫌だから、やめておこう。ほい。ほら。おお。おお。はい。ほら。さあ、残り50人になって、
こっから競り上がりスピード上がってくからね。ほい。ほら。おお。おお。ほい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 。貫通を警戒していかなければならない。こうだな。ほい。ほら。ほら。ほい。もうちょいタゲ欲しい感はあるな。ほい。ほら。おお。もう12ライン以上の火力しかもうほぼ来ないぐらいになってるからね。まだ12ラインだけってほどではないけどさ、ほぼほぼ12ラインじゃないですか火力が。大体タギゲーしてる人だと思うから。ほいほいほい。おら。おお。はい。おら。おら。おお。はい。本体当てつつ積み込んで、当てつつ積み込んでで、1ライン分、OKOK。これにちょっとずつ積み込んで、先方。はい。おら。おら。おお。はい。はい。ずれていく。はい。おら。これちょっと受けたくないな。1ライン受けて、はい、また1ラインずつだ、これ。1ラインずつちょっと地道に交差されてて、こっち積み込むっていう、この技。はい、で、こっから一気に行こう。はい、おる。おう。おう。あの人が一番バチ持ってて、タゲゲームしている状態。はい、おる。これも同様、先ほどと同様1ラインで受けつつ押さえてつつ積み込んでいこうか。ほい、ほら、おいで。綺麗だねこれ。ほい、ほら、ほら。はい、はい、はい、はい。ほら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 。ほう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 。これも同じ。はいはい。ほら。うん。これもさっきと全く同じかな。同じだな。はい。ほら。いやちょっとそのお邪魔掘っておきたいな。そうそう、はい、おら、おお、めっちゃこれ取り綺麗だよね。はい、おら、はい、おお、マージンの究極状態。はい、おら、危ね。キースピンずれるとそこ刺さったりするからな。ほい、はい、おら、そう、スナイプしたいけど敷居が高すぎや。まあ誰でももちろんスナイプ歓迎ですから、ね、本当に。あんまり気にしないでください。そこら辺はね。おい。ほら。はい。おお。ほら。11総裁だから、まだあのさっきの1ラインサルコを使うか。いい、おら、おお、オンラインパーサーは勝ち目ないだ。いや、マージンがありますから、全然、むしろ逆に誰にでもチャンスありますね、これね、本当に。
この企画は。例えるとするならば、S 級の人と C 級の人が儲けてても、C 級の人が、あの、テトン取る可能性が、もう余裕でありますね。ほい、ほら。ほう、ほう、ほう。ほい、ほら。それぐらいにマージンはね、最大マージンってのは恐ろしいものではあるんで。ただの2ラン消しで12ライン分飛ぶからね。今だから、この、普通に2ライン消しするだけで、これ12ライン分の火力飛びますから。ほい、ほら。マージンマックス上段いってるんで。ほい、ほら。おお。ふん。ほら。ほら。おお、おお、おお。まあ、これだけいったら、いつか攻撃貫通してくるよな。ほい。ほら。エフェクトがすげえすげえ。はい。ほら。おお。はい、おおだ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 、はい、はい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 。スピードが速いとな、これずれるからな、ちょっとな。ここに気をつけておこう。はい、おら。おお。はい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 。バッチの数がな、もうほぼ、総裁分には一応関係するとはいえ、ほぼ関係しなくなるからな、これな。はい。おら。おぉ。まだこれ1試合目っすね。恐ろしいことに。はい。おら。おぉ。はい。うん。あ、すごいすごい。はい。おら。すごすぎる、すごすぎる。はい。おら。75% 割になったのは、でも実際美味しいね。はい。おぉ。あのエルミの盾は結構危険なんだよな。ずれる可能性があるから。はい。おら。おぉ、おぉ、おぉ。さて、瞬間がなくなったから一発で返せなかった。いい。おっと、ジョリブーさんがこの顔文字のステッカーの90円スパチャありがとうございます。ほら、ほう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 。うーん、そこはエルミノかな。エルミ、はい。ほら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 。はい。ほら。そしてRさんが、これ無言ですね。無言の250スパチャ、ありがとうございます。おい、いらっしゃい、こんばんは。おい、ほらほらほら。おお。ほら、おお、あそこゆっくりやんないと一歩左にエルミノズレリアするから、ちょっとゆっくりめにやる。ほい、ほら、おお、はい、はい、こんな人を人のことだけ、まあ
まあ、残ってたんじゃないですか。ほい、ほら、ほら、スナイペは。久々すぎて覚えてないけど。つい。ほら、ほら、ほら。おぉ。はい。なんでそんなにうまいんですか教えてくださいと。まあ、やはりね、といったところですかね。二の前さんも、610円スパチャですね。ありがとうございます。ほい。ほら、いらっしゃい。おぉ。ずれると一番やばいことになるんで、そこでちょっとかなり気をつけておこう。え、とりあえずバッチもらった。ほい。おーだ。おーだ。ほい。ほう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 。ほい。まだ最大速度の競り上がりではないか。あんまり貫通は警戒する必要はないか。一番でも最高の場合は貫通警戒しておかないといけないからな。ほい。ほらほら。硬いになってないケーキ、新しいな。新しいというか、すごい久々に気がするな。おい、他の人はタゲがない状態ではあるか。ほい、おら、ほうほうほう。ほい、おら、ほう。ちゃんと火力来たから返していく。逆にこれ耐えづらくなるっていうデメリットあるからね。 75% が一番耐えやすいから実際そこの一応デメリット自体はあるにはある。はい、一応ね。はい、まあでも一応 100% が一番いいじゃいいのかな。微妙なんだよな。そこな、サイヤーマージャン入ってると 75% も普通に強かったりするからな。はい、はい、ほらほらほら、ほう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 。軽くっていうより耐え、まあ耐えるのが相当大事ではあるね実際。おっと、そして R さんが、これさらにまたしても、これも無言ですね。無言の250円スパチャ、ありがとうございます。ほい。おら。おぉ。はい。さあ、試合時間がすごい、25分。ほい。おら。一応耐えられるけど、そこやめておくか。はい。次のミノがハードルを暴発すると、やれたりするからな。はい。おら。おぉ。バトラーのみんななんか、これバトラーなんだけどね。おい、おら。おう、一応このゲームバトラーではあるからね。おい。おら。で、そのままエスミナがこれ設置されるやつだから気をつける。おい。おら、おら、おら、おら。おう。さあ、どれぐらい時間がかかるのかっていった感じだな、これな。はい。ほら、ほら、ほら。はい。おぉ。ほい、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 ほい。あんまりリソース使いすぎるのよくないからな、これ。そこ気をつけておこう。確かにランダムで送るのも大事だけど。そして、西日本ブラザーさんが、これチョコレートのステッカーの絵文字かなこれ。250円スパチャ、ありがとうございます。そして、佐藤心加藤さんが、この100点満点のステッカーの、120円スパチャですね。ありがとうございます。おい、いらっしゃい。おら。おぉ。おい、おら。おぉ。はい、はい、はい、はい。35分くらいに1秒。おい。ほら。ほうほうほう。ほら。ほら。長すぎ。おい。ほら。ほう。まあ、いや、1時間でエラーなんだ。1時間でエラーなんだな、まだ。最近テトリステージでやってないから事情ちょっとわかんないけど。はい。ほら。まだワンチャンあるのかどうか、そのシステム。
ほい。どうだ。ちょっと谷が少ない。ほい。ほい。200円のスパチャありがとうございます。おい、ほら、ほんとに失礼しました。新章さんですね。間違えた、見間違えてしまった。おい、ほら、新章さんのこの100点満点のせっかの120円スパチャありがとうございます。読み間違えてしまったの、これ申し訳ない。いらっしゃい。ほい、ほら、おお。そしてジョリブさんがこれまたしても、この驚いてるステッカーの90円スパチャありがとうございます。おい、ほら、おお。一瞬タギにして送ってきたりはしてるな、あの人。ほい、ほら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 、失礼しました、申し訳なかったです。ちゃんとお名前見なきゃな。ほい、ほら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 、はい、でそれをね伝えてくださるだろうね、佐藤高校の加藤さんスパチャくださるっていうね。ほい、ほら、レンズ語とかもちょいちょいあったりするゲームではあるんで、ランダムなかなか左の真ん中の距離がないな。ほいほいほい、ランダム仕事してくれ。おい、おっと、そして佐藤高校の加藤さんがこの100点満点のステッカーの、90スパチャありがとうございます。おい、ほら、それを言っていたらまさか。おい、ほら、おう、おい、ほら、いや、きっと先読みされてたんだ、そうに違いないと。なるほどね、一理あるかもな。おい、ほら、佐藤高校の加藤さんがこれまさしも200円スパチャありがとうございます。おい、ほら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 、おお、はい、はい、こう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 、先読みも新しいな、新しすぎる。おい、ほら、おお、14から全然早い、とりあえず13にはなってるかな、とかなんとかしていて13にはなってるって感じだわな。ほいほいほい、ほら、通常部屋がでも多分実際一番長引くと思うからね。ほい、おら、おお、おい、おお、はい、おら、タギはこの総裁分の火力にもなるからかなり意味ありますね、実際に。だいぶ意味あります。ほい、意味しかないな、タギギはな。ほい、おら、超強いですね。おお、はい、おい、ほらほらほら、おお、はい、さあどうなるこれは。はい、ほら、おっと、今日も強いと、セルタさんが、セルタさんがこれ、125.、フィリピンペソ、フィリピンペソですね。ありがとうございます。おい、センキュースーパーチャット。おい、おら、おう、はい、はい。はい、ほう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 、はい。おら、はい、一瞬カウンターちょっと外しそうではない。ほい、ほら、おお、あ、そうだ、ステラさんだ、失礼しました。ほい、この人もこれ間違えた気がするな。ほい、ほら、おお、ちょっと見逃してマジで。ほい、初見です、やりながらコメント見るのすごいですねと。
おいおら、いや、そう言っていただけるのは嬉しいですね。ガノンさんが失礼しました。610円スパチャ、ガノンさんもありがとうございます。いらっしゃい、こんばんは。おい、おら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 、おお、はいはい通貨には定評があるほら、通貨ね、いろいろね、あれで覚えましたからね、実際ね。おい、おら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 、おお、さあ、はい、まだ最大のこれスピードになってないな。最大の競り上がりスピードにはとりあえずまだなってない状態。ほい、おら、おお、おお、はい、俺が一方的にだいぶこれ軽く出したいから、一時的には軽く止まってはいるね。ほい、おら、あの人スピードずれた。このゲームはまあ電めちゃくちゃ強いですね。竹切りがあるからな。ほい、ほら、はい、ほら、レンジ後ちょっと気をつけて。ケビンさんが、この犬が喜んでるステッカーの、はしゃいでるステッカーかな、 20.00SKA、 ありがとうございます。 SKA って何だったっけ。ほい、やばい、通貨に提供あるって言いたいけど SKA って分かんないかもしれない。 Thank you スーパーチャット、いらっしゃい。ほい、おら、ほうほうほう、うわ、ほい、おら、ここで展開取られたが、さあどうなるか。ほい、おら、ほう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 、うい、おら、おら、とりあえずひとまず返してって、谷はかなり一応あるにはあるけどね。ほい、おら、おら、おお、空中のレンチック、ほい、おら、ほい、おら、おお、ほら、はいはいはい、ほら、はい、ほう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 、はい、ほら、ね、あの人も積み込んでいる状態。はい、ほら、おお、はい、35分じゃやべえなこれ本当にな。で、イカソメンさんが、イカソメンさんもこの100点満点のステッカーの90スパチャありがとうございます。おい、いらっしゃい。おお、はい、ほら、ほら、もうそろそろ残り10人だが、なかなかならない。ほい、ほら、初見です。漢字に定評がある神の配信はここで合ってますかと。ほい、ほら、漢字にはちょっと定評はないかもしれないですね。トヨトヨさんも250円スパチャありがとうございます。いらっしゃい。ほい、37分じゃい。いや、ほんとにね、こういう漢字になるね、あれなんですよね。すごすぎた。ほい、ほら、ほう。あ、皆さんよければ高評価お願いします。いや、ほらとね、このタイミングで言っていく男、試合中に言っていくスタイル。おい、ほら、ほう、はいはいはい、ほら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 、ほう、低い評だからいいのか。おい、ほら、アーティーね。おい、ほら、ほう、はい、はい、
やっております。ほい、これは真のマダテイヒかもしれない。ほい、ほい、ほい、ほら、おお、はい、ミスターが残ったんだ、これ。ほい、ほら、ほら、おお、あの人 KO して、さあ残り12以下になった、ついに。で、こっから競り上がり早くなるからな、これ油断できないんだね、マジで。ほい、ほら、残り12以下になると競り上がり尋常じゃないくらい早くなるから。ほい、ほら、おお、さあ問題はこっからですよ。こっからちょっと緊張感漂うぞ、相当。ほい、ほら、貫通もめっちゃしてくると思うからね。ほい、ほい、ギャラクシースキンのこの残り12以下の BG マジで好き。通貨はスウェーデンクローナみたいです。スウェーデンクローナっていうんだ、難しいなそれは。おい、ほら、普通に分かんなかった。おい、サマダさんがこれ500円スパチャありがとうございます。おい、ほら、おお、はい、ほら、おお、これちょっと高い位置からの連になるけど、ここから打つしかないな。はい、はい、ほら、はい、ランダムの箇所偏るのに。はい、ほら、うん、はい、ほい、ほい、ほら、受けのひどい形はちょっと常に用意しておきたいところではあるかな。これ受けの形ちょっと微妙だったけど、いい、ほら、おお、はい、はい、今はいらっしゃい、さあ倒してった。はい、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 さあ貫通させて、右上刺さるかもな。刺さるよしないか。うん、右上にはランダムでいかず、ほい、おーだ、ほい、さあ刺さっていく。
うん、おいしい。ほら、あの人ちょっと狙いたかったけど、タイヤのタイヤがちょっと遠いからな。はい、はい、おお、これです。鍵来た瞬間に軽く置く。さあ、倒った。今日5試合しかできないね、なではない、なかろうかと。犬ジョルブさんが200円ソチャ、ありがとうございます。おい、ワンチャンあるか。はい、可能性はあるかもしれないけど。はい、ほら、おお、おい、ほら、いや、きつい。はい、さすがに厳しかったな。こっちに行って欲しかったんだ。おい、さあ、長い長い対決だ。すごいすごい。総裁分の火力マージンかかんないんで要注意なんだよな。左下刺さるとワンチャン。池の形は広くなったけど、展開取られて、うん、長すぎ。これちょっとディレイもさすがに入れとくか。相手も耐えの体勢入ってるから、ディレイ入れるのはありではあるな。
右上エルミナの置き見せした。ほい。さあ、右上が下がっていく。一番右上ね。ここで12枚もらうと結構痛いかもしれない。右上も、今いる右上の人も結構辛い可能性が高い。刺さるね、これね。ほい。あそこの、あの地形から貫通するとさすがに刺さると思ったな。ほい。どうだ。おっと、暇を持て合わせた神範囲遊びと、佐藤国家加藤さんが200円のスパチャありがとうございます。倒すか次第ではあるけど、いいね、ほら火力来るの知ってたからこのタイミングで送る。25番の人なんで耐えてるな。一応耐えやすさ的に言えば25番の方が耐えやすいのはあるからね、実際ね。 OK、 触っていく。これ展開取っていくか。競り上がった瞬間に火力送って勝ちをもぎ取っていった。長い、長すぎるこの試合、やばい、52分じゃねえか、やばすぎるなこれ。長い、だがしかしやはり勝ちをもぎ取っていくんですよね。よし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 。